から声出していきましょうね。こんにちは。こんにちは。だるそうな声でありがとうございます。改めまして、生まれは平成、歌うは昭和歌謡の在家夫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。モニターの調子がちょっとああみたいな。あ、そう、今私そこのスピーカーで歌ったんだ。そうだよね。ここからね、音を聞いてね、アーティストを歌うわけなんですけども。うん、あ、切れちゃった。それでいい。大丈夫です。はい。というわけで、暑いですが、日陰どう？涼しいのかしら。涼しい？涼しくもないか。ね。ということで、私は直射日光になってるんだけども、いいスポットライトになってるでしょ。それが照明だと思って、綺麗にね。綺麗に撮ったよ。ね。お願いしますよ。ということで、短い時間ではありますが、ね、楽しい時間を一緒に過ごしていけたらなと思いますので、最後まで動画を付き合うの方、よろしくお願いいたします。暑いのよ。水でこれやってって。これやってみる？黄色と黄色だね。あ、電源って電源。電源。あんま出ない。スイッチ、スイッチ。あんま出ない。スイッチ。スピーカーの前だからできないの。スピーカーの前だからできません。というわけで、おとといから、茨城スミレイズということで、3日間、通して、茨城でね、ステージをしているわけなんですけども、1日目は、そのビアガーデンに出て、で昨日は、ピクセグランドフェルス筑前さんで、2本ライブをやって、バンバンライブをやって、今日はさっきも筑前で、演歌歌謡の方々と一緒に出た、一緒に出たっておかしい、一緒にね、演奏させていただいて、そして移動して今、こちら、最後のステージに入っております。ね、1日目からお付き合いいただいている方も、今からお付き合いいただいている方もね、2日連続でお付き合いいただいている方も、ありがとうございますという方も、ちゃんと声かけのうちは出さないと。暑いなじゃないの。で、その3日間ね、連続でね、イベントやったので、何かオリジナルのものを作りたいと思って、うちわをね、作ったんですけども、意外と大好評で。あとね、多分もう数枚しかないので、もしよろしかったらね、ゲットしていただけたらなと思います。さて、はて、では、特に行こうかなと思うんですけども、私、生まれは平成、歌うが昭和歌謡ということで、昭和歌謡を中心に、カバー曲はね、選曲をしております。今日は、ちょっとスペシャルな感じで、じゃない曲も歌ったりしますので、一緒にね、楽しんでいってみたいと思います。それではまずはこの曲から。
セットリストも持ってきているということで、ご存知の方いらっしゃるかわからないと思う曲かもしれないんですけども、ちょっと毛色を変えてちょっとだけアイドルっぽくなってこの曲からお届けしようかなと。ですけどこの曲はですね、違かった、まだ違うまだ違うって言われちゃった。セットリスト勘違いしてました。最初にまだしっとりの曲を聴いていただいて、クールダウンをしてから2曲目はね、ちょっと皆さんのもと近づいてって歌えたらなと思います。汗だくだったらすごい申し訳ないんだけど、ちょっと見てない人にしてください。汗だく、まあ、この曲から知ってる人にしてください。次ね、
こういう時期じゃなかったから握手とかね、時代だったんですよ。で、客席降りて行ってこの曲で握手をしながら歌ってた曲なんですね。今日ちょっとそんなラウンドみたいなことができて、あ、なんか少しずつなんだろうな、なんかまあ今一番大変な時期なんだと思うんだけどさ、少しずつね距離を取りながらこういう楽しみ方もできるななんて思いながら歌っておりました。ということで、先ほど振りましたけども、ちょっとアイドルの気分になってやっていこうかなって思うんですけども、靴が飛んじゃいそうなので、ちょっと靴をね、本当はさっきさ、あの畜生に来てくださった方は分かると思うんですけど、こんな高いピンヒール履いてたんですよ、ドレスだから。そうだけどここだと埋まってっちゃうからちょっとね、自前のサンダルでね、ちょっとカジュアルにねしてるわけなんですけども、これもこれで飛んでっちゃいそうだから、しっかり締めて。ちなみに濡れてもいいよって人、ああ丸ってことだね濡れてもいい人、ちょっと秘密兵器を持ってきました。こんな格好でこんな格好でやるのはいかがかなと思うんですけども、ちょっとアイドルソングを持ってきたので、濡れてもいいよって言う人いたらその方に向けてバンバン打っていこうかな。それでいいよね、いいよねということで、ちょっとノリノリな感じでお手拍子で一緒に盛り上がっていただけたらなと思います。それでは聴いてください、サンサ。好きになってもっと私を見て、もっと恩返しは愛のこもった投げキスで、せいじゃない、目は合ってるよ、恋のアンテナは
ございます。ありがとうございます。いいねこの時期の水鉄砲。でも私に水鉄砲渡したらずっとこうやってやってるからさ、行った方がかわいいと、ずっとやりたくなっちゃうからね。一旦ここに置いとくね。はい、というわけでね、こんな感じでお楽しみコーナーもあったりとか、今日のステージ結構自分で言うのもおかしいんだけど、こういうところではこういったことしないので、すっごいレアです。本当にすっごいレア、びっくりするぐらい。ワンマンライブとかで、その自分のねライブとかではさ、こういう曲たまにあったりとかするんですけども、まあ、どうしてアイドルソングなのかというと、私もともとねアイドルをやってまして、そこからね一人になってね歌手としてやってますけども、やっぱりねなんかなんていうの、ジャンルっていうか、曲はジャンル全然違うかもしれないけど、なんかもういろんなね、私をね、今日スタッフさんが私の、今日だけじゃないんだけど、その3 days にねタイトルつけてくれて、なんだっけ、発見のぞいた方の魅力 3 days みたいな感じのタイトルをつけてくださったんですよ、ツイッターで。そうだから、いろんなパターンののぞいた方をね見ていただけたんじゃないかなと思います。今日このステージだけでも、まあ、ちょっとこんな衣装でしたけども、昨日もっと水着みたいな衣装を着て歌ってたんですよ。ね、もうなんか自分にも子供に打ってもらってやったりとかなんかして、ね、まあ、こんな格好でしたね。精一杯やらせていただきました。滝のように汗をかいております。はい、というわけで、ここからは、私のオリジナル曲を続けて聴いていただこうかなと。かさぎすぎたので、一回クリームダウンをして、最後の曲ね、行こうかなって。思います。最後の曲は新曲なので、もしよかったらプレゼントしてお聴きいただけたらなと思います。ありがとうございます。この曲から聴いてください。楽しみなさい。
私はこれでいいの気づけば失うことだったら決めて切り進んでいくけどあれだけが幸せじゃない迷いが何々で嘘だけど気づけば失うことだったらあの